シード音源。右側のチップが6581、左が8584度音源とは、モステクノロジーが開発した音源チップ。コモドール社のパソコンであるコモドール64、コモドール128、ックスマシンなどに搭載された。シードとは、サウンドインターフェースデバイスの略。区形派、三角波、ノコギリ波、ノイズのいずれかを同時に三音まで出せる。 リング変調、オシルエータシンクが可能。生成した波形は CPU 内の信号として使うこともできる。PSG 音源の一種である。史上最も売れた8ビットパソコンであるコモドール64の音源チップとして、グラフィックチップのビッグ2と共に中核を成し、デモシーンでも活用された。後にチップチューンでも多用されることになる。 初期に出荷された6581と後期に出荷されコマドウ 64C やコマドウ 128DCR などに搭載された改良版の8580がある。初期版にはボリュームレジスタの数値を書き換えて PCM を再生できるバグがあった。ありがとうございます。